皆さんこんにちは、武田塾の高田です。清水です。今回のテーマは進学校でも落ちますよ、進学校なのに落ちてしまう人の特徴。まあ武田塾にもね、最近進学校のこの割合増えてきましたね、うん、地元のトップ高校の子とか多いですけど、はい、進学校だからって言って油断してませんかと意外と落ちるぞというところ、はい、多分一つ目の特徴なんですけども、はい、高校受験で満足している、満足してる子が危ないですよということですね、はい。まあ、やっぱり進学校行く時点で高校受験としては皆さん成功されてるわけですよね、はいはい、ただ大学受験そのノリで行くとやべえよということをね、まあ、知ってた、特に高校1年生2年生知っててほしいなと思うんですけど、高校受験と大学受験で、まあ、求められる知識量をやらなきゃいけないことって量が違いすぎるという、はい、全然違います。いかに早く気づくかですよね、高校受験って、まあ、特に偏差値60後半とか70くらいまで学校だったら、学校の定期テストの勉強しっかりやって、まあ、塾に行ってる時はしっかり勉強してぐらいやってればいけちゃうことって多いと思うんですよ。多分そういう方多いと思うんですよ。僕もそうだったんで、学校でなんとなくテストで点稼いでますとか、塾に行くだけ行ってますだけだと戦えないのが大学受験、特に難関大対策なんですよね。高校なんておまけなんですよ、はい、いやそうなんですよ。高校の勉強とか教科書なんておまけで、はいはい、もう大学受験でもちゃんと別で自分でしっかりやんないと受かんないよっていうところですね、はい、うん、高校受験は特に一回もうリセットしてもらっても、はい、戦うフィールドが違うの、全国大会ですから次は、はい、県大会じゃないんでね、うん、そこをまあ改めて認識しててほしいなと思います。続いて特徴2つ目、はい、部活や行事に熱中しすぎてしまう。進学校、まあ、その地域を代表する学校って、はい、まあ、学校行事全力投球やったりとかありますよ、はい、文武両道型の、ね、はい、高校が進学校って結構多いんですよね。多いですね、多いです。部活も強いし勉強もいいと、うん、これ不思議なことに、はい、部活めちゃめちゃもう夏の大会、なんなら秋の大会まで頑張ってたのに、はい、めっちゃ難関大受かる人としっかり落ちる人がいるじゃないですか。おりますね。この違いは何なのかっていうところですよね、はい、一応やっぱ特徴として出るのはメリハリっすね、はい、部活やっぱ高校1年生からもう3年生の夏までずっと忙しいんですよ、はい、暇な時期なんて基本ないわけですね、うん、長期休みはむしろ部活増えますぐらいな感じなので、うん、その中でも、まあ、学校の授業であったり隙間時間っていうのをうまく活用して、うん、できるところからどんどん進めてる人は、うん、3年まで部活しっかりやってても現役合格するし、部活を言い訳にして勉強ゼロみたいな、ほぼやってないですよ、課題に追われて終わりましたみたいな人はしっかり落ちちゃうんですよね。だからここはね本当に差が出ます、進学校でも、うん、メリハリをちゃんとつけられるようになりましょうと、まあ、僕も結構夏休みのね、あの文化祭とかガチでやりすぎて、はいはい、ちょうどこれ動画上がると9月の頭くらい、はいはい、この9月の頭くらいまで全然勉強してなくて、やっべーってなって本当に駆け込んだんで、はいはいはい、もうちょっとねまだ勉強してない高3の人とかも今すぐ勉強してくださいね。のめり込みすぎないようにと、はい、その後の切り替えの速さが切り返す合否めちゃくちゃ左右するので、はい、頑張ってください。続いて3つ目です、はい、結局のところ受験対策始めるのが遅いです。私も遅かった。やっぱり高校受験って中学校1年生の最初からガチガチで勉強してた人ってほぼいないと思うんですよ、はい、ほぼいないと思います。やっぱりまずは定期テストの勉強をしっかり頑張ればみたいな形だと思うんですけど、はい、それじゃ遅いんですよね。中3の夏から高校受験スタートじゃないですか、はいはいはい、大学受験はそんなんじゃ遅すぎるよと、はい、早ければ早いほどいいですね、うん、もう高1からやってほしい。もちろんね毎日6時間とか10時間とかのレベルではやってなかったとしても、大学受験に関しては参加の計画が必要なわけですよ、うん、確かに。3年間を逆算して考えられているかどうかで、はい、部活をやっていこうが行事にある程度力を入れようが現役合格に間に合わせるかどうかにってすごい関わってくるというところで、特にエースを 1,2 年生のうちにどれだけ貯金作れるか、本当に現役か浪人かにめっちゃ差が出ますね。高田先生も結構な進学校を通ってたと思うんですけど、偏差値70前後ぐらいの高校なのになんか遅いなみたいな人って具体的にどういう症状かとか、ね、逆に遅いなじゃなくて、はい、急ぎすぎだなってここが落ちてるなって気がする。もちろん遅いなは大前提としてダメですよダメですね。で僕じゃあもう一個付け加えてもいいですか、はい、基礎ができてないのに入試の演習やりたがる人、それ早すぎですね。早すぎなんですよ、はいはいはい、で進学校の子で多いのはやっぱり急いで予備校の上のコース行っちゃったりとか、うん、周りのみんなが、難しい参考書使ってたら慌てて自分もそれやっちゃったりとかで、はいはいはい、レベルと釣り合ってないことをやる人ボンボン落ちてるなっていう。その高校行ってるんだったらじゃあこの難関コースで、うん、みたいな形に予備校側での提案も確かにそうなっちゃうかもしれないですね、はい、高1高2でやってほしいことっていうのも本当基礎なんですよね。基礎です。英語で言えば英文法、英単語、基本的な英文解釈ぐらいまで高1高2で仕上がってたらめちゃめちゃ強いんですよね。めちゃくちゃ強い、まあ、それこそ長文とかはどうせ学校でやるんでその辺をいかに早く仕上げられるかでもう受験がいかに楽になるか、高3になったいざ本気で受験ってなった時に履修であったりとか間に合ってない科目に集中できるかどうかに大きくかかってくるんで、ぜひ早めに対策していただければ、はい、まあ、ポテンシャルが高いはずなんでね、うん、進学校のね、あのなんか魅力を生かして難関大対策もバッチリできると思うんで、はい、このあたり気をつけてください、はい、今回は以上です、はい。
高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、焦ってる受験生も、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。